ロックとヒップホップの融合を目指すメロディー&ラップはファンからの確かな支持を受け、ふるさとを愛し地元を盛り上げようとするパワーが今熱い共感を呼んでいるのだ。テレビの前の皆さん、こんにちは。こんにちは。今回も始まりました、ミシラジ TV 三島のボーカルジョセフです。三島のボーカル雄大です。よろしくお願いします。はい、僕たちはですね、はい、日本を飛び出して、うん、今インドネシアにやってきているということで、そうなんですよ。インドネシアの第2弾ということで、そうなんです。ということでね、今回はインドネシアの首都ジャカルタからですね、地元民の方の視点で楽しんでいきたいと思いますので、お楽しみに。お楽しみに。今回のミシラジ TV は三島デビュー10周年記念アジアツアー、インドネシアジャカルタ編パート2。成田空港から約8時間、インドネシアの首都ジャカルタへやってきた三島のジョセフと雄大。今回はどんな出会いが待ち受けているのでしょうか。はい、ということでやってまいりました、はい、こちらですね、インドネシアの地元の方が通うと言われている場所、はい、バサールバルにやってまいりました。そうなんです。こちらにやってきたんですけれども、今回はですね、なんとゲストにこの方をお迎えしております。はい、日本の皆さん、こんにちは。私はジェニスといます、うん、インドネシアン出身です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジェニスさん、ジェニスさん、お願いします。はい、ジェニスさんはですね、インドネシアの、はい、タレントさんでもありますので、うん、ね、今回はジェニスさんと一緒に、うん、こちらのパサルバルを巡っていきたいなと思います。わー、That's great! 心強いですね。はい、行ってきます。行きます。お願いします、はい、行きましょう。今回のミシラジ TV は特別ナビゲーターにジャカルタのテレビタレントジャニスを招いてお届け。地元ジャカルタっ子におなじみという商店街パサールバルを案内してもらいます。ジャニスはコスプレイヤー、インスタグラマーとしても有名で、 SNS のフォロワーがなんと30万人を超えるインフルエンサーなんです。さらに日本の文化を紹介するジャパニーズステーションというサイトでも活躍しています。ジャパニーズステーションは日本の最先端情報を発信するインドネシア最大のウェブサイト。日本に興味津々なインドネシアの方々に日本のアニメなどのポップカルチャーから伝統芸能、観光情報まで幅広くお届けしているんです。日本でのお問い合わせはこちらのデジタルカタパルトまで。三島のジョセフと雄大、そしてジャニスが歩いているのはジャカルタの伝統的なマーケット、パサールバル。パサールバルはジャカルタの最古の商店街として知られ、長さ約500メートルのアーケードの左右には衣料品店、布地店、飲食店などさまざまなお店が軒を連ねます。日本の地方都市の商店街を彷彿とさせる懐かしの商店街といった感じでしょうか。今回の撮影で訪れていた時期がラマダン断食月だったため、このパサールバル各店でなんとラマダンセールが開催していました。このラマダン期間は新しい自分に生まれ変わるという意味を込め、新しいものを購入する、そんなショッピングセールが各所で行われているんです。コスプレイヤーとしても活躍するジャニス、このパサールバルに生地をよく買いに来るそうなんです。まさに地元の方々から愛される商店街なんですね。ブ
らりとパサールバルを歩いてきた3人が気になるお店を発見。今回はこちらのお店、クリシュナ織物センターにお邪魔しちゃいます。インドネシアではバティック、ジャワサラサをはじめとした布がとっても有名。人や動物をモチーフにしたものや幾何学模様、貝殻やビーズで装飾したものなどなど、魅力あふれた織物がたくさんあるんです。ドレスやトップス、スカートにもいいわよ。スカートね。リベガン。インドネシアの女性は布を上手にアレンジして腰に巻いたり縛ったりと、いろいろな使い方でおしゃれを楽しんでいるんです。時々インドネシアの女性はこんな感じで折って縛って着るんです。伝統的なのは縛る感じですね。結んでね。タイ。いやいやいや。店内所狭しと並べられた布、ジャニスに協力してもらって、ジョセフとユーダイもお母さんのお土産用に生地を探しちゃいます。ジョセフのお母さんの年齢は55? インドネシア伝統の模様からパーティー用のド派手な生地まで何でも揃っている店内。あまりの量に目移りしちゃう二人。明るい生地やアジアンな模様を探してお気に入りのデザインの生地を選んでいきます。店長さん、すごいね、これ。手さばきで生地をカットしていきます。ジャニスが店長さんと値段交渉を。なんでもインドネシアでは買い物での交渉力がいいお嫁さんの条件なんだとか。粘り強い交渉を続けるジャニス、いいお嫁さんになりそうですね。ショップオーナーさんから OK をいただき、見事交渉成立。ジャニス、エクセレント、ね、伝統芸能の。ジョセフ、ユーダイ、お母さんへのお土産、見事ゲットしました。Yeah. ジャニス、Thank you so much! 素晴らしい。ジェニスがすごいね、交渉してくれたね。ありがとう。ありがとう。じゃあ本日は、ね、はい、無事に布もゲットできたということで、今日ジェニスさんに来てもらいましたけども、いかがでしたかね。How about today's shopping? It's very fun. 楽しいね。楽しいね。楽しかった。日本とインドネシアの交流をもっと深めていけるように引き続き頑張ります。素晴らしかったです、本当に。でそんなね、まあ、我々からジェニスさんにプレゼント for you。ジャパニーズお土産。ジャパニーズお土産。お土産。富士山。お富士山。富士山グッズ。ありがとうございます。本日はマンフジ。本日のね、今回のゲストジェニスさんでした。どうもありがとうございました。ありがとう。ちゅうまかしー。ちゅうまかしー。ダタンコマリー。センキュー。以上、ジャニスと巡るジャカルタパサールバルでした。